もですが、何か？星さん、クラスで授業を受けていたらクラス全員異世界転生に巻き込まれてしまい、クリア後得点のダンジョンのような場所の最地下にクソ雑魚なめくじの雲としてリスポーンしてしまった JK のようなやつが主人公。何やらやべえやつのせいでクラス全員異世界転生させられてしまったということで、マークよくよしててもしゃあないしということで雲としてレベリングをするという漫画。この漫画のクソ激烈に面白いところはレベリングであり、一番初めは仲間の子雲たちから共食い案件をなんとか逃げ切って、そのダンジョンの雑魚モンスターから逃げまくってといった感じでガチでクソ雑魚なめくじの設定であり、だんだん雲のスキルを理解して跳ね殺しすることでちょっとずつレベリングしてく様や、工夫の仕方だったり、うわぁ雲になっちまったよ、モンスターの肉とか食えねえわー、マジありえんわーといった主人公の精神状態の描写だったり、初めてですよ、この私をここまでコケにしてくれたおバカさんはといった感じの挫折の描写だったり、本当に少しずつレベリングを初めて気づいたら人外になっていたみたいなレベリングの描写がクッソ激烈に面白い。本当にただただレベリングをしているだけの漫画なのだが、このレベリングがクッソ激烈に面白くぜひとも読んでほしい。ビルダー向けの漫画。